そして青コーナープロ戦績は20戦16勝3敗1引き分け、16勝のうち8勝がノックアウト、公式計量は121パウンド4分の3、新生事務職、現在のランクは OBBF 東洋太平洋スーパーバンタム級第6位。そして今夜プロでのタイトル初挑戦となる日本スーパーバンタム級第1位、小坂亮。現在9連勝中、勝って2桁連勝で一気にトップに立つのか、初のタイトルマッチ、新生ジム小坂亮、群雄割拠のスーパーバンタム級、生き残るのは久我か小坂か。日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、第1ラウンドのゴンが鳴り響きました。赤いグローブをつけましたがチャンピオンの渡辺ジブ、久我優作、そして青いグローブはトップコンテンダー、ランキング1位に入っています新生ジムの小坂亮です。その小坂が右を合わせていきました。ワンツーと打っていきます。ワンツー、左をまず覗かせていきました。そして右をねじ込んでいきました。久我です、チャンピオン。今日の放送席解説をご紹介していきましょう。元 WBC 世界フライ級のチャンピオン内藤大輔さん、そして元 WBA スーパーフェザー級スーパーチャンピオンの11の防衛をしました内山隆さん、そしてゲストには WBA IBF 世界ライトフライ級統一王者の田口亮一選手をお迎えしてお送りしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず内山さん、はい、ジムの後輩にもなりますが、この久我というチャンピオンですね、はい、どんなボクサーというふうに見てますか。久我の打たれ強くて、はい、であとスタミナもありますし、あのパンチもあるので、やっぱ相手からしたらなかなかこうパンチも効かないからちょっと嫌なタイプですよね。なるほどね、はい、ミドストレート左をフォローしていきます。立ち上がりかしかし内藤さん好戦的にいきますね、両者ね。そうですね、いい戦いですね、はい、小坂も左をねじ込んでいきます。うん、1ラウンドから結構いきますね、お互い。そうですね、まあ、小坂選手はチャレンジャーらしくガンガンいって、まあ、この立ち上がりでいいと思いますよ、はい、青いグローブをつけましたチャレンジャーの小坂はとにかく距離を潰して前へ前へ接近戦を仕掛けていきたいという話もしています。一方赤いグローブ、この今右のフックを出していきました銀髪のチャンピオンの久我、右から右のストレート、右ストレート一閃、これは効いてる、効いてますね。初のタイトルマッチの小坂、なんとか立ち上がったが、どうだどうだ、いやダメージはかなり出ますね内山さん、はい、さあ一気に小川して褒めていこうか。ミノスレート左を伸ばしていく、左ボディ、ナイスボディ、ボディ入ったな、ちょっと膝が落ちました小坂、左フック、ダウンだダウンだダウンだ、右のストレートでダウン、そして左のフックでダウンを奪った。ちょっと厳しいか、これが経験の差になるのか。やっぱ久我は爆発力ありますね、あーっと、ここでもう止めてしまった、乗ってますね。日本スーパーバンタム級チャンピオンカーニバルのタイトルマッチ、チャンピオン久我優作2度目の防衛はなんと衝撃の1ラウンドでのノックアウト勝利となりました。やっぱこういう打ち合いになると強いですね、はあ、なるほど、そうですね、はい、うん、いやもういろんな話をお二人にしてもらおうかと思ったところだったんですけれども、内山さん、はい、いやー、久我が久我らしさを見せて世界へのアピールを大きくしましたね、これは。そうですね、まあ、あの久我もともとやっぱりなかなかこう派手な選手じゃなかったんですけど、最近になってパワーもついてきたんで、はい、やっぱ相手を結構倒すようになってきたんで、まあ、世界もだいぶ近いと思いますよ、まあ、内藤さん、そういった意味でこのスーパーバンタム級というと、はい、OBBF のチャンピオンの大竹選手であるとか、和気慎吾選手、大森選手、あるいは亀田智樹選手などなどたくさんいる中で、この久我選手の、ね、今日のアピールどうでしたか。いやー、自信をつけた感がありますね、チャンピオンになってから、これからスーパーバンタム級で本当また楽しみな選手が現れたという印象です、見事レフリーストップ、テクニカルノックアウト勝利を抑えましたこの久我優作、1ラウンドでの圧倒的な衝撃的な、これが世界を狙う男なんだという力を見せつけました久我優作です。いやただ内山さん、この展開というのは予想されてましたか。まあやっぱり相手も出てくれば、この結果も予想はしてましたけども、はい、まあ最高の出来ですよね、はい、まずあの1度目のダウンからお話を伺いたいんですけど、あの右のストレートですね、はい、やっぱり久我のガードも硬いんですよ、久我は、はい、でパンチも結構あるんで、やっぱりなかなか
あの相手がガードをちょっとこう今日甘かったんで、はい、ああなるとやっぱ打ち合いでは久我の方が強いですよね、はい、そして内藤さんその後も2度目のダウンを奪いに行く中での冷静さですね、はい、冷静でしたね、あの一気にガッと行くんじゃ急に行くんじゃなく、はい、冷静に見ながら見ながら、打って打ってでまた崩して見事なストップでした、とにかく世界に行くのは俺なんだとそういった意味ではあの内山さん、はい、お互いライバルになる日本人選手たちの潰し合いもしたいということで和気選手や大竹選手とも対戦したいですねなんて話もしましたけどね、やっぱりあの強い相手同士やっぱ日本人対決でやって勝っていけばより強くなると思うんで、はい、いやそれはあの面白いと思いますよ。そうですね、そしてこの試合の前にはあの世界も挑戦しました和気慎吾選手からあのこの試合の勝者に対して俺と対戦してくるというような挑戦状をね叩きつけてましたからこれ面白いですね、ね、はい、実現する可能性はありますね。面白いですね、この久我自身もやはりファンの見たい盛り上がるカードをしっかりと組んでいきたいんだという話も内藤さんしてますから、はい、うん、いやもう本当どんどん、ね、あの世界行くに行くとしたらですね、日本でまず一番になってから、はい、あの世界に行ってほしいなと思いますね、日本スーパーバンタム級のタイトルマッチこれチャンピオンカーニバルの一環として行われましたが日本スーパーバンタム級のトップコンテンダー1位の選手を1ラウンドでのノックアウト勝利で破りましたチャンピオンの久我優作見事2度目の防衛に成功しています。それでは喜びの声を聞いてみましょう。見事